皆様こんにちは特許検索式の作成の基本パート2にご参加いただき誠にありがとうございます本日の講師を務めさせていただきます NGB 株式会社 IP 総研のただのと申しますどうぞよろしくお願いいたします私は普段科学系の調査意象系の調査を担当しております その関係で本日のセミナーの内容が少し科学寄りになっておりますなじみのない方もいらっしゃるかと思いますがご容赦いただければ幸いですまず初めに本ウェビナーへの質問にご質問についてのご案内を差し上げます本日のウェビナーに関するご質問につきましてはウェビナー終了後に お送りさせていただくアンケートにご記載くださいアンケートにご回答いただけますとセミナーの資料もダウンロード,できるダウンロードいただけますのでぜひともご回答のほどよろしくお願いいたしますそれではセミナーに入ります本日の内容についての 説明をさせていただきますパート1では調査内容の明確化検索項目の選択の説明をさせていただきました本セミナーパート2では検索式の組み立ておよび検索式の検証について説明をさせていただきますそれでは検索式の組み立てについて説明していきます 検索式の組み立てについては、1番、&OR の理解、演算子の理解、2番、検索式の基本パターン、3番、特許検索マトリックスの順番にて説明をしていきます。まずは、演算子の理解についてご説明いたします。右側のベン図をご覧ください。上から and, or, not と演算詞がございます。and については異なる概念同士を掛け合わせるというところで A and B ではベンズの中心の部分を表しています。一方で Or に関しては同じ概念同士をつなぎ合わせるものになっておりまして A or B べてを表しております。最後に Not につきましては A、NOTB では B ではない A の部分というところを表しております特許調査検索式を組み立てるにあたってはあまり NOT を使うことがありません理由としては B という概念が入っているもの全てが除外されてしまうため調査漏れにつながってしまうことが挙げられます NOT に関してはすでに調査をした特許候補を除去するときには有効でございますので調査漏れにご留意いただいた上でご使用いただければと思います続いては検索式の基本パターンについてご説明いたしますパターンとしては3つございます上から123とありまして パターン1は特許分類のみを用いて作成する検索式ですこちらは FIF ターム単独であったり FI を掛け合わせたり F タームを掛け合わせたり FI×F タームを掛け合わせたりして作る調査集合でして調査の対象技術に合致した分類があれば必ず使うべきと考えております 理由としては特許分類に関しては各技術のカテゴリー別に分かれており大きくずれることがなくノイズが少ないから使うべきだというところですまた特許分類を掛け合わせるときにはセクションとテーマコード同じものを基本的には掛け合わせ異なる場合に関しては 検出数がぐっと少なくなってしまうことをご留意いただいた上で掛け合わせてください基本パターン二に移りますこちらはキーワードに特許分類を掛け合わせるものでして FI や F タームなどの特許分類にキーワードを掛け合わせます基本パターン一よりも流度の粗い特許分類がある場合に足りない概念をキーワードとして掛け合わせるイメージでございます 最後に基本パターン3としてキーワードのみの集合ですこちらは補足的補完的に用いる集合でございます漏れを防止するために有用でありメインでは使うことはあまりありません理由としてはキーワードだけの調査集合では次のページ以降で説明する理由でノイズがかなり生じてしまうためです このように基本パターン1 2 3を組み合わせて検索式を作ります重要度としては特許分類のみを使用するパターン1が最も優先的に作成し特許分類を利用しているパターン2を次に作成するべきですで最後に補完的に3を作成いただければと思いますそれでは、えっと、基本パターンの具体例についてご案内いたします まず基本パターン1の特許分類のみについては今回は調査例としてマンホールの蓋に着目して検索式のパターン1特許分類のみの場合は E の 02D29 の14というかなり近しいマンホールの蓋という分類がございますのでこちらを使用しますパターン2の特許分類とキーワードを掛け合わせる集合に関しては e 0 2 d 2 9の1 2のマンホールという概念がありますので不足している概念である「ふをキーワードでかか掛け合わせることによりパターン2の集合を作成いたします最後にキーワードだけの集合としては「マンホール」と「ふをキーワードで検討していきます。 ここからはキーワードだけで作成した基本パターン3の注意点についてご説明いたします注意点についてはノイズや漏れが多くなりますので防止策を考える必要がございます防止策として3点挙げら,挙げられましてなるべく多くの同義語を探す必要がある上位概念、下位概念を検討する必要がある 外来語省略語を検討する必要があるという3点です一方で上記のような注意点があるのにかかわらず特許分類に関してはそのような注意点はあまりなくキーワードや同義語を集めなくてもある程度の技術が網羅することができますそのため検索式では特許分類を使って作成することが一般的ですので 特許分類を使うことをお勧めしております。具体的なキー,ワードキーワードのみで作成した場合の具体的な注意点としては、まず上位概念、下位概念の注意点についてご説明いたします。こちら、特ゼ2005-237-323の広報を用意しました。こちらは味噌の製造方法に関する説明、発明です。 以下に請求項を用意しましまた請求項1としては大豆に食塩と酵素と酵母とブドウと穀類を発酵処理してなる調味料の製造方法と記載されております皆様お気づきの通りですがクレーム1には直接的に味噌というキーワードは含まれておりません そののたため、味噌とと検索しこころで、実は漏れてしまいまいす。一方で味噌の上位概念として調味料と記載されておりまして調味料と検索すればヒットは可能ですが味噌以外の調味料も多数世の中には存在しますのでかなり調査集合を広げる必要がある。 というところからキーワードだけで検索式を作ることが注,意必要が注意する必要があるという注意点です一方で下に書いてあります最適な特許分類として A23L11-50-107 として味噌の発酵熟成方法とありましてこの特許にドンピシャで近しい分類がありますので このような味噌の製造方法を検索する場合には、先に特許分類を見つけた上で、補完的にキーワードを使うことをお勧めします。続きまして、キーワードのみの注意点として、外来語、省略語についての説明をさせていただきます。例として NMR を挙げます。NMR は化合物の構造を推定する手法のことで、 各時期共鳴などといったりしますこちらを NMR 自体の発明をですねキーワードだけで検索しようとする際どのように検索するかという留意点を説明しますそれでは実際に検索してみましょう NMR を対しを請求項を対象に検索した結果1万2177件がヒットしております 特許分類をを検索しした結果、7043ヒットしております。こちら、特許分類に関しては下に記載させております磁気的変量を計測する計器または装置であって核磁気共鳴 NMR を用いるものとしてかなりドンピシャで近しい分類となっております右側のベン図を見ていただくと重複している部分が キーワーワドとと特許分分類の重複ししていいる部分がが件かかないこわります本来であればこちらが多くヒットしてほしいものの正しい特許分類で NMR を表しているものがとキーワードで表しているものの重複が1447件となっており残りの5500件がキーワードではヒットできていないことがわかります。 こちらの5,500件に関してはキーワードだけでヒットできなかったものになっており調査漏れになってしまう恐れがありますさらにキーワードで検索した場合1,447件しか重複がなかったのでそれ以外の広報に関しては NMR 自体のことを言っている特許とは異なるノイズとなっている可能性が高いです 以上より、キーワードだけで外来語、省略語を検索した場合に、調査漏れが多く、こちらのノイズもかなり多くなってしまう、非効率的な調査となってしまうことが多いです。そのため、特許分類を使用して検索式を作成することが求められます。以上よりですね、 こちらの検索式の基本パターンのうち1に特許分類を使うものを必ず作って検索式を作成することを推奨しております、はい、続きまして特許検索マトリックスについての説明をさせていただきます検索マトリックスの作成の意図としては技術観点ごとに特許分類や キーワードを整理することで抽出漏れを防ぐことがこちらを作マトリックスを作成する意図ですステップ1としてはキーワード各観点に関するキーワードを用意してその下に同義語 FIF タームなどの特許分類を用意しますそれでは例題を用いて実際に特許,特許検索マトリックスを埋めていきます 例題としては活性炭素,炭素フィルターについて扱いますこちらの技術の内容としては空気や水などを浄化するための活性炭素繊維を用いたフィルターですフィルターと活性炭と繊維の観点がありそのベン図の真ん中になっているところを調査したいという意図です それでは、モトリックスを作っていきます。観点としては、繊維、活性炭、フィルターの3つに分かれます。で、同,意語同義語を用意し、近しい関連特許分類を用意します。FI としては B、B の 01D39 の 14M。こちらは、活性炭とフィルター、 の概念が含ままれた特許分類になっております F タームとしては 4D019BB13 材料が繊維のろ過剤というところで1番の繊維と技術分野であるフィルターの概念が含まれておりますもう1点 F ターム 4D019BA03 材料が炭素のろ過剤というところで2番の活性炭とフィルターの概念が含まれております こちら、マトリックスをここまで用意しましたら、マトリックスを見ながら検索式を作成していきます。まず、1番のパターン1の分類だけの検索式を用意します。42019BB13 に関しては、活性炭の概念がないので、活性炭の概念を含んだ BA03 の F ターも掛け合わせることにより繊維、活性炭、フィルターべての概念を含んだ検索式を作成することができます。続いて FI の B01D の39の 14M こちらは活性炭とフィルターの概念を含んでおりますので不足している概念である繊維をキーワードで掛け合わせます。最後に漏れ防止の観点からキーワードだけの集合を 用意し繊維、活性炭、フィルターそれぞれのキーワード同義語を用意した検索式を作成しますこのように3パターン用意することで漏れ防止を検討しておりますもう一点例題を用意しましたこちらは成分解性プラスチックを使用した使い捨てカトラリーに関する先行技術調査です 近年、ビニール袋が有料化されるなど、プラスチックごみに関する取り組みがより必要になっていると。さらに現在、コンビニエンスストアでのプラスチック製のスプーンやフォークなどの使い捨てカテラリーの有料化規制が検討されております。A 社、B 社は共同で成分解性プラスチックを用いた使い捨てのカテラリーを製造販売へ検討しており、スプーンやフォーク、ストローなどの多様な形態を想定していると。 A 社、B 社は同材料を用いた使い捨て、カトラリーという観点において特許を取得したいという、しておきたいと考えております。それでは技術の整理です。背景技術としては、プラスチック製の使い捨て、食器。課題目的としては、規制への順応。解決手段、特徴としては、成分解析製プラスチックを用いる。効果としては、環境に優しい。 下のベンズ、成分解析プラスチックと食器のベンズの重なる部分を検索対象とし、検索マトリックスを検討していきます。実際に検討すると以下のようになります。技術的特徴としては成分解析ポリマーで、技術分野としては食器。で、同義語と FI、F ターモン、ターモン、 検討した結果このようなマトリックスが作成されますこちら食器に関しての FI が2つ分かれている理由としては A の 47G が食器自体の分類になっておりまして B65D が容器の分類になっているため分けさせていただきましたこちらの検索マトリックスを確認しながら検索式を作った結果次のような検索式を 検討いたたししましたこちら、ウェビナーの時間の都合上、ですねべてを検索えご説明させていただくことはできませんが、ポイントとしてお伝えしますと、集合5つを用意して、そちらを足し合わせた式22が調査対象集合となっております。集合としては 先ほどご説明させていただきましたパターン1の特許分類だけの集合パターン2の特許分類にキーワードを掛け合わせた集合パターン3であるキーワードだけの集合をそれぞれ用意して OR でつなぎ合わせています最後に検索式作成についての補足をさせていただきます検索式を作成した 結果、ヒットする件数が非常に多くなってしまう場合がございます。そのヒットした件数を絞り込む工夫として、以下の6個の項目を説明させていただきます。まず、絞り込む際の検討項目として、作成した調査集合を確認して、 その中身を見て想定内であるノイズなのか想定外であるノイズが含まれているのかを確認してください想定外であるノイズが多く含まれる場合に関して以下のヒット、件数を減らす方法がございますまずは件数を増大させている検索項目を明らかにしてください先ほどの検索式ですと 例えば8番の食器に関するキーワードがずば抜けて多いのでこのような多い検索項目を明らかにしていただければと思います次にキーワード同士の検索の場合特許分類を掛け合わせることによってヒット件数を限定することができますこちらは例えば食器の分類として A47G1900 の A とあるのですけれども、キーワードに掛け合わせる特許分類としては、A47G の食器の概念だけを掛け合わせれば、ノイズとして出てくる候補も減少しますので、キーワード同士の検索の場合に、補完的に特許分類を、大きな特許分類を掛け合わせることをお勧めしております。また キーワード検索について検索対象の範囲を限定したりキーワード同士で掛け合わせる場合に関しては近接演算を利用することでヒット件数を大きく減らすことができますさらに新たな観点を設定することでさらに限定する事項が増えますのでヒット件数を 減らすすことができます最後にその他検索キーを利用することでもヒット件数を減らすことができ検索キーとは具体的に日付の限定であったり出願人の限定権利ステータス公開なのか登録なのか生きている特許に限定するのかのような検索キーを利用することでヒット件数を減らすことができます。 それでは作成した検索式を検証する作業についてご説明をさせていただきます検索式のチェック項目としては以下の項目を挙げさせていただきますその中でも特に重要なのが検索ロジックの確認 こちらは検索ロジックを自分で説明できるかというところが最も重要になっております説明ができれば検索ロジックが適切かどうかという判断もできますし関連性のある特許が募集団に含まれているかどうかも確認することができますまた最終チェック項目としては追加削除すべきキーワードや特許分類がないかということも重要です 最後にケアレス,スミスをなくすためにですね、語字脱字や日付、種別などの確認も行ってください。以上で検索式の検証、最終チェック項目をの説明を終わります。本セミナーのまとめです。パート1、パート2を通して検索式作成についてご説明させていただきました。その中でも、 以下の4点が重要なポイントとなりますのでまとめさせていただきました予備検索の実施こちらは適切な検索項目の選択対象技術のより一層の理解明確化ができるので重要です演算子の理解検索式を組み立てる際の基本的な要素として理解してください分類を利用した検索式の作成 特許分類を利用することで調査漏れやノイズを防ぐことができます逆にキーワードのみの検索式を作成する場合には注意が必要です検索ロジックを言葉で説明できるように言葉で説明できればロジカルに検索式が作成できており調査内容が明確になっていることがわかりますこれらのことを意識し 今後の検索式作成に生かしていただければと思います。以上で本セミナーは終了となります。ご清聴いただきありがとうございました。アンケートに関してですが、こちら、セミナー後にアンケートを配布します。アンケートにご協力、ご回答いただけましたら、 セミナー資料をダウンロードできますので、ぜひご協力いただければと思います。さらに、本 YouTube、弊社の YouTube チャンネルにご登録いただけますと幸いです。本日はお忙しい中、ご清聴いただきまして、誠にありがとうございました。それでは失礼いたします。